エリーザベト・ルイーゼ・フォン・ブランデンブルク・シュベートは、プロイセン王子、フェルディナントの妃。ブランデンブルク・シュベート辺境伯、フリードリヒ・ヴィルヘルムと、プロイセン王、フリードリヒ・ヴィルヘルム一世の娘、ゾフィー・ドロテアの間の次女。1755年9月27日、ルイーゼは、シャルロッテンブルク宮殿で、母方の叔父フェルディナント王子と結婚した。ルイーゼは、美人で機転がよく利いたという。フェルディナント王子は1801年、妻のためにベルビュー宮殿を購入している。ルイーゼは長生きをし、王族の中では、叔父のフリードリヒ2世大王の時代を知る最後の、生き証人として亡くなり、ベルリン大聖堂に葬られた。結婚して6年後に第一子フリーデリケが誕生した。その後夫フェルディナントは心身を崩し、子供も期待できなくなったが、結婚して14年が過ぎた頃、ルイーゼは立て続けに6人の子供を産んだ。子供たちの父親は、軍人、地理学者のシュメッタウ伯爵フリードリヒなのではないかと、噂になった。メレテ、バンタック、ケーニギン・ルイーゼ、大アンベシージベアリーベ1981年。ありがとうございます。